수루시대 싹! 素晴らしいご助。 かなりでかいな、はい、黒いデブデブやだな。確かにスイムベイトぐらいにしか反応せえへんようなやつだと思うけど、いたいた、いっぱいおるわ。アベンタこれは夕方のこいつらを騙せるとしたらもうそれしかないやろ。今もそう2匹浮いとったわ。そう、絶対見切るよな、これ。はい、今のが完璧な、ほんまに吊るしでしたね。あのハンドルスイマーを直リグにリグって、できるだけ水平姿勢に持ってくるようにしてロールさせながら、まあ、水中でグワッと、また2月なんですけど、2月でも競争でこれなんか食ってくるというのが吊るしの魅力です。吊るしというか水中長期水中ロールね。隠れてるやつあんまいない感じやね。ヘロヘロヘロっと泳いでるだけで難しいね。またゴジャップ、これが2月の競争バスです。素晴らしいゴジャップ、ね、全部こう暖かくなってきたんで、やっぱシャローカバーの裏に浮いてるやつ、このこっちからなんていうかな、近づけてあげるんじゃなくて、さっきみたいにこう呼んであげることがすごい大事で、うろうろしてるんですよね。あのカバーに入ってないんですよ。それを読んであげて、読んで気づくまでシェイクしたらないとなかなか食わないんですよ。こんないいやつが
来ますんでね、これがいわゆる中層吊るし。でもこの竿いいね、あれだけの強引なファイトもできるもんな、この細さで。うわ、素晴らしい竿よこれ。あのサイズをあの木の中からぶっこ抜いてこれるのはすごいよね。でもな、よし、でもここの中に入っとるやつがたまにおんねんな、浅いところに。そいつやったらキャストさえうまく決まれば浮かしといて、カーブフォールで、カーブで何かに引っかかるまで、カーブフォール引っかかった、ここで引っ掛けてロック、あとはちょっとしばらく待っとこうか。吊るし、つうことで、ね、めちゃくちゃ浅いとこのほんま表層直下浮かしてないと絶対食わないからね。しかも相当長くこう丁寧に呼ばないと食わないね。いそうなとこの近くの食いそうなとこに投げて、まあ、そこで気づかせるっていうのが今日のということですね。はい、ああ出てきた、終了。